おいらな。アーニャ今忙しい。待てこら、5時から勉強の約束だったろ。いやバッチリ誘えたんだけどよ、彼女家のガス栓閉め忘れたみたいで今日は帰るって。また後日一緒に映画見に行ってくれるってよ。なんだよ、どうした、ほらなぜ解けないんだ。正直こいつが何を理解できんのかが理解できん。おい待てこら、通学生といえば誘拐も頻発してるみたいです。いい家に通える家なんてお金持ちばかりですからね。あんや学校行くのやめる。ペンギンが死んでる、エージェントペンギン誰にやられた。いやこれやりたい。やりたいってつまり。お城で助けられごっこ。無理、却下。ひどい、鬼。叶えてくれなきゃ学校行かないから。勝手に代弁する。お。平和の地図を完成させる。ほら寝ろと言ったろ。なんだこの渋いアニメは。ペンギン。たくお前も危ないから一人でちょろちょろするなといつも言ってるだろ。ごめんなさい。失態だ、こんなリスクを犯してまでのこのこと敵地に。スパイ失格だ。父地味や。大丈夫、おじさん何もしない、怖くないよ。ボンド、おいよせ。ボンドなんか大嫌い。ではこら、何してる。勝手に入ったらダメだとあれほど言ったろ。あ、いや、ハサミとかストーブとか危険なものがだな。本当はもっと危険なものが。そうですよ、ダメですよ。私の部屋にも毒針などが。この犬さん飼ってくれなきゃアーニャグレて学校やめる。なあ、何言ってるんだ。なんでそこで学校が。一体どんな一撃を。どうする、あの浮きずら暴力ゴリラ女、ジムみたいなダサい髪飾りつけやがって。お前の母ちゃんデーベソいきなり流す、ごめんなさい。あーや、本当はお前と仲良くしないでさ。こいつ実は頭良くない。クロスワードはまぐれ、今からでも他の子に変えた方が。死んでたのよ。どうした急に。どうすれば。あ、アーニャの手袋返して。おー、俺が見つけたお宝で。いや、私が縫って直してあげます。ペンギン行き